こんにちは、姉妹キッチンと申します。このチャンネルでは私の飲食業の経験からご家庭でもお手軽で簡単に作れるメニューをご紹介していきます。今回は骨付き鶏もも肉のトマトソース煮込みをご紹介いたします。骨付き肉を使って豪快にクリスマスや特別な日にも良さそうな一品を作ってみたいと思います。材料はこちらになります。概算ですが材料費も記載しておりますので参考にされてください。では早速作っていきたいと思います。まず鶏もも肉ですけども、包丁で少し筋切りをしておきます。はい、で両面に塩コショウ、で皮をむいたニンニクの、包丁で潰しておきます。でフライパンです。フライパンにオリーブオイルで中火にかけます。でまず付け合わせのじゃがいもを、表面をパリッと焼いていきます。はい、表面がカリッとなったら、塩コショウ、で小皿に移してあとレンチンで火を通していきます。でフライパンに潰したニンニク、で中火にかけます。はい、香りが出てきたら、鶏もも肉を皮目から入れます。焼き目がついてきたら、裏返します。で、ホールトマトを1人前なら半分ぐらい。水分量は水で調整します。はい、で蓋をして、時々様子を見ながら、2、30分煮込んでいきます。2、30分ほど煮込んだら、ソースの濃度とあと味を塩コショウで整えて完成です。はい、では盛り付けていきます。はい、こんな感じで完成です。今回は骨付き鶏もも肉のトマトソース煮込みをご紹介いたしました。豪快な骨付き肉を彩りよく盛り付けてみました。難しいレシピではないのでとっておきの日に作ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。